She could kind of see at the end of the game, right? I mean, she still never really saw me. Oh, Mad Dog of Shimano. Like I said, this is quick. Oh, there's gonna be a cutscene of sadness. Don't make me sad. Is this gonna be copyrighted? Twitch, please don't mute my VOD. Go away, music. Thank you. It's the watch. ベルトはさすがによれちゃったんで交換したんですけどね。古い型なので替えがこの色しか見つからなくて。もともとのデザインがもっと落ち着いてて好きだったんですけどね。実はこれ私の命を救ってくれた人がくれたものなんです。No more. 私実は昔精神的な原因で目が見えなかった時期があって、その人とはそんな時に出会ったんです。事件に巻き込まれた見ず知らずの私を、その人は名前も名乗らないまま命がけで守ってくれた。絶望のどん底、暗闇の中から私を救ってくれたんです。そのおかげで今は無事目も見えるようになって、結婚もして子供にも恵まれて、慌ただしいけど楽しい毎日を送れてます。あの頃はこんな未来が待ってるなんて想像もつかなかった。私今本当に幸せです。希望を捨てないで生きてきて本当に良かったなって心からそう思えるんです。でも私その人に感謝を伝えられないまま別れてしまって、ずっと後悔してるんですよね。実はここで今こうしてマッサージしてるのもそれが理由なんです。ここはその人と初めて出会った場所なんです。そしてこの蒼天堀はその人との思い出が詰まった大切な町だから、ここに住んでこの場所で昔のように待ち続けていればいつかもう一度会えるんじゃないかって、会って今度こそありがとうって言えるんじゃないかって思って。あ、いけない、神経臭い話しちゃいましたね。ごめんなさい。なんでだろう、今日おしゃべりになっちゃうな。あ、今のは夫には秘密にしてるんで内緒にしといてくださいね。
No more, please. End the sadness. No! これ、うちの会員カードです。どうぞ。あの、以前どこかでお会いしましたっけ? Stop it! Chapter mini story. God. Kawamura, what are you doing, dude? Laziness? I saw the little flashing thing. I just... I might do all the street bosses as Majima on my own, but for now I'm just getting through the story, you know. Enjoying my life. Trying not to cry more. Jesus. Ah! It is real quick. すいません。でも仕方ないんです。殺さないと殺されちまいますから。何言うとるんや。上松やったんもお前なんか。はい。でもあと一つ。あと一つなんです。それが終われば俺は自由にしてもらえる。 That's a pretty big if there, bud. That's so polite. Die, please. Well, that was your shot, and now it's over. Have fun getting destroyed. Kawamura! Get stabbed multiple times, you jerk. What are you doing shooting that thing? Waving that thing around like you own the place. You garbage. Oh, that's a big one.
Are you done? Kid, you done fucked up. Just little details like that is so good. You're on the screen for like 3 seconds. Thank you. もう少し早くお家に会えてたら人生変わってただろうな。河村、お前なんでこないなことを。親父、本当にすみません。Ah, there it is. Told you. よく頑張ったな、河村。 これでお前の借金チャラにしてやるよ。イブチ。バカとハサミは使いようなんて言葉がありますが、本当にその通りだ。借金肩代わりするだけで何でもしてくれるんですからね。 金と暴力ちらつかせるだけでいい。極道社会ってのは本当にくだらないが楽ですね。すべてお前が裏で糸引いとったんか、イブチ。ええ、その通りです。お前何が目的や。 To be number two. この世で最も非合理的で時代遅れな業界ってなんだかわかります？極道社会ですよ。義理人情なんてものに基づいて、巣頭の悪い連中が各地で幅利かせて好き勝手に統治している。本当、あまりにも非効率すぎますよ、この業界は。だからコンサル上がりの私が きっちりマネジメントしてやろうと思ったんです。何やと？各地に散らばる極道組織を全国統一し、極道社会全体を合理的な仕組みに一本化する。いわば極道社会のアップデートですよ。この古臭い業界を俺が全て塗り替えるんです。上松やったんもその理想のためや言うんか？ ええ、極道社会の全国統一、私はそのための足がかりとして自分の所属する東条会を手中に収めようと考えました。寺田をたぶらかして自分を押し上げてもらい、邪魔な連中は排除していく。上松もそうですし、あんたもそうです。もちろん寺田も時期を見て消すつもりでしたがね。 私はそうやって東条会を手に入れ、それを近江連合に譲り渡そうと考えました。近江に？はい、東条会を近江に吸収合併してもらえば日本最大の極道組織が出来上がります。そうなれば全国統一はもう目前。私はその組織の要職につき、極道社会を自分の理想色に染め上げる。 義理人情なんてくだらないものに左右されない合理的で近代的な極道社会を作り上げるんです。くだらんな。あなたなんぞにその価値はわからないでしょうね。ですが近江連合のある幹部にすでにこの話は通してあるんですよ。あとは実行に移すのみ。しかし スムーズに東条会と近江を合併に持っていくためには何か大きな、きっかけが必要だ。それが戦争ですよ。東条会の人間が近江の幹部を殺せばこれに勝る火種はない。だから河村に一肌脱いでもらったんですが、どうせなら 河村なんていうチンピラよりもあんたが殺したってことにした方が良さそうですね。Could, but 悪いが、あんたにはここで
いろんなもんを背負った上で死んでもらいます。So if I don't die, この腐り切った極道社会を正すための礎になれるんだ。悪い話じゃないでしょ。I'll crush your fire, your flame. どうせあんたはほっといたらろくな死に方しねえんだ。今死んどいた方が値打ちが出ますよ。わしはお前なんぞに値段つけられるほど安い男ちゃう。お前の理想なんかどうでもええ。わしはただ目の前におる気に食わんやつを殴るだけじゃ。勢いだけで全てを変えられるわけありませんよ。 It's worked before。そんな古臭いバカな極道はさっさと消えろって言ってんだよ、マジマ！ Take your jacket off. Oh. He's not even worth taking his jacket off for. Never mind.Ibuchi. Let me do the heat action. The stabby stab move. I like that.Stab, stab, stab. Oh, look, you got in heat mode. Good for you, Paolo. What are you talking about, anyway? You believe you can change your fate through force alone.And look at this guy, what's he doing? You know? Is shooting somebody not using force? What, you had a quarter of a brain to come up with your plan? Is that what you mean? You gotta have a little bit of a brain too? And you have, you know, an ounce? What are you talking about?You're doing the same exact thing I do with Bucci, you freaking hypocrite. Alright, heat him. You're gonna tell me that did not finish the stabby stab. I hope I pissed him off. で臭い飯でも食って一から勉強し直してこいや。残念だったな、マジマ。すべてはもう動き始めているんだよ。西と東の大戦争が起こり、東条会は消える。これから面白いことになる。最高のエンターテイメントだ。一足先に行って
特等席を確保しておかねえとな。 Wow.What a coward. Epilogue cutscene. Majima-san, この度は誠に申し訳ありませんでした。いい淵の魂胆を見抜ききれなかった私の責任です。もともとある程度黒いもんを含んどるやつやとは思っていましたが、数字を重視するあまり数字にならないものを軽視しすぎた私のやり方が間違っていたのかもしれません。組の頭張る男は間違っても間違っとるなんて言うたらあかんで。え？登場会の五代目はお前なんや。お前が白と言えば白、黒と言えば黒、それがわしらの生きとる極道の世界や。どんなやり方をしようとお前が正しいと思うんならそれが正しい。ま、正しかろうが間違いやろうが、わしはお前のやり方は嫌いやけどな。なことよりわしが気になっとるのは近江の方や。近江？わしが今回ドンパチかましたんは紛れもなく近江連合の島や。それにイーブチの仕業とはいえ、うちの組員が近江の幹部をやったんは事実。連中が黙っとるわけないやろ。はい、実はすでに近江の方から説明の場を設けるよう求められております。近江と戦争になったら今のうちはおしまいや。せやから一つ提案があるんや。提案？マジマさん。It's the boys. And look, it's that dude. この度は近江連合さんにご迷惑をかけてしまい申し訳ない。申し訳ない？何のんきなこと言うとるんや。相変わらずぬるいの、寺田藩は。こっちはあんたらの内輪もめのせいで、三次団体とはいえ幹部一人殺されとるんやで。どない責任取るつもりや。答えようによっては関東と関西の大戦争になるかもしれませんの。まあ待て、今日は喧嘩を売るためにこの場を設けたわけやない。すみませんな、うちのもんが。いえ。せやけど戦国たちが言うとることも一理あります。このままお咎めなしで穏便になんてことになったら、うちの連中に示しがつかん。私も戦争は望んではない。どう落とし前をつけていただくか。それなんやが、今回は飯淵の件があったとはいえ、結果的にうちの部下が起こしたこと、責任は親のわしにある。ほう、どう責任を取ろうつもりですか。真島組、
解散でどうや。なんやと。あ、な。マジマ軍言うたら、登場会で現状一番幅利かせとる組やないき。そないな組を解散って勢いだけで何言うとるんや。わしが解散言うたら解散なんじゃとけ。マジマ組は解散。わしを含め組員は全員登場会から足洗う。今回は誠に申し訳ない。それで収めてもらえんやろか。Well, thank you. And look, it's a schemy trio. せっかくの戦争勃発の大チャンスやったのに、あのマジマとかいう男にしてやられたの。そんなに戦争がしたいなら、あの場で噛みつけばよかっただろう。あんだけ潔い姿勢見せられたら。噛みつく方が野暮ってもんや。まあいずれにせよ登場会とは近いうちに戦争することになるやろからな。その時までお楽しみは取っておくとするかぬ。戦争ね。そもそも今回のイーブチってやつもあんたらのどっちかが仕組んだんじゃないですか。その言葉そっくりあんたに返させてもらうわ。マジマ五郎、大した男や。He is. Kind of feels like that's it.There he is. Look at that smile. Saga! Ohayo! It's like eight people right in front of him. He got a megaphone. All together now. Ohayo gozaimasu! Good morning.やればできるやないか。なら、はじめからやるかい。親父。ああ、なんや。本当に俺たち、マジマ建設なんて会社やっていくんすか。カムロ町ヒルズなんてでかい建物作るなんて、ノウハウもない俺らじゃ無理ですよ。アホか。ノウハウがない。何弱気のこと言うとるや。そんなんでヒルズ建設の作業員が務まるわけないやろ。いやだから務まらないんじゃないかって話なんですけど。この程度の仕事ネットで調べてとっとと建設や。そんなええか。今日からわしらの新しい人生が始まるんや。極道ではなく肩にとして不眠不休で働けや。文句を言うやつは給料抜きや。いやぶち殺しとるで。Oh boy. And that's a fitting ending. But not the ending.
Oh, it's Makoto. No, no more. Stop this. これ、マコトさん宛てで店に届いてたんです。送り主が書いてないんですけど、常連さんからですかね。落ち着いてて好きだったんですけどね。ベルトはさすがによれちゃったんで交換したんですけどね。もう20年ぐらいかな。ずっと大事に使ってるんです。誠、眠れなかったのか。ううん、大丈夫。もうすぐ新しい生活が始まるんだね。心残りでもあるのか。Game. I didn't say gay, but it's 2020. We don't say that. Nothing wrong with that. Oh, get out of here. All right, well, I'm gonna go wipe my eyes off. That's the Majima Saga in Yakuza Kiwami 2. That happens before the events of the actual Kiwami 2, so if you want to go figure out, you know, everything that happens afterwards with the Tojo clan and friends, buy the game. Play it. Buy Yakuza 0. Wonderful series. Just outstanding. Lots of fun. So hope you enjoyed it. If you did, please leave a like and a comment. If you want to see more videos similar to this one, please subscribe as well. Once again, thanks for watching. This is GamingScot. And I'll see you next time. See ya.